荒川区の荒川遊園にやってきたわけでございますけれども、すでにそうです、ヤッホーという声でこう皆さんすごくこう楽しんでいらっしゃるこの荒川遊園ですけれども、ここでもう皆さんの目の前にもいらっしゃると思います。荒川区のお友達紹介したいなというふうに思います。まず荒坊です。こんにちは。そしてこちらアラミーです。こんにちは。ということでアラボーとそれからアラミーですけれども、どうして生まれたんですか？アラボーとアラミーは、はい、夢と希望から生まれました。なるほど、夢と希望から生まれた。これお二人の関係とかって何かあるんですか？兄弟です。あ、兄弟なんですね。お兄ちゃんと妹。あ、なるほど。じゃあ一応男の子、女の子って感じで。そうですね。なんか特技とかあるんですか？あ、アラボもんじゃ焼く。そうです。アラボすごいですね。ここでこれでもんじゃを焼かれた。すごいですね。あ、ちょっとアラボもなんかもんじゃという言葉に対してすごくね、テンションが上がっている。もんじゃ、あ、じゃあちょっとね、いつか作ってもらいたい。美味しいの作る。そうなんですね。ちなみに年齢とかってあるんですか？あ、特にない。夢と希望に年齢はね、関係ないですから。僕もあの29でデビューしたのは、僕の話はいいですね。ありがとうございます。今度3月5日にこの荒川区もある東京というタイトルの曲をちょっとリリースさせていただくことになっておりまして、もしよかったらですね、ちょっとこの東京という曲をあのアラボーとアラミーにも聴いていただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか？あ、すごいですね。あの、もんじゃの話並みのこう、時の話並みのこう動きをしていただいて、あなたさん。ねえ、いつでも、どこでも、居場所を探し続けて、負けちゃダメだと、一人ぼっちで唾つけて、寂しいって、もうダメって雨子をシカゴの中でうずくまってる。君はそう僕みたいだ。3月の8日にあのララポート豊洲っていう豊洲のララポートであの僕らのリリースイベントがあるんですけど、アラボーとアラミーにもあの歌って踊りに来てほしいなっていうふうに思うんですけど、よかったら考えてみてもらってもいいですか？兄弟揃ってこれはもう検討してやるぞということであのお声をいただいて本当にありがとうございます。ぜひともちょっと考えてみてください。ということで交渉終了しました。